ピエール・マンデス・フランスは、フランスの政治家。1954年から1955年にかけて、フランスの閣僚評議会議長を務め、第一次インドシナ戦争を終結させた。1907年1月11日パリのセファルリム中産家庭に生まれた。長次で、パリ大学に学び法学博士号を取得、弁護士となり、1928年パリ弁護士会の、 最年少会員となった。これに先立ち、学生時代には、フランスの伝統的中道左派政党である、急進社会党の領袖エドアールエリオに感化され、党の学生組織である、共和国社会主義大学行動連盟で活動し、1924年同等に入党する。ユダヤ系ということもあり、第二次世界大戦前のフランス政界においては、ハンディキャップを持っていたが、 それをその輝かしい学歴によって克服し、1932年ルール県から下院国民議会議員に当選する。時に25歳で最年少議員であった。当選後、すぐにその能力を認められ、1936年レオンブルム、人民戦線内閣が誕生すると、大倉担当閣外省に任命された。第二次世界大戦が始まると、空軍に志願した。 1940年フランスはナチスドイツに降伏し、ビシー政権が成立すると、1941年5月にマンデス・フランスは逮捕され、裁判で金庫6年、軍籍剥奪、10年間の市民権剥奪の判決を受ける。しかし、6月には脱出に成功したマンデス・フランスは1942年初めイギリスに亡命し、 シャルルド・ゴール率いる自由フランスに参加、空軍に志願し、奴隷の爆撃隊隊長を務める。その後、アルジェに国民解放委員会が置かれると、財政担当委員に任命され、1944年、ブレトン・ウッズ会議では、フランス代表となり、戦後の国際金融制度について、列国と協議に当たった。1944年9月パリが解放され、 ド・ゴールを主犯とする臨時政府が樹立されるとマンデス・フランスは国民経済省に就任する。しかし臨時政府内で物価統制をめぐりルネ・プレバン・増ー,ーと対立しド・ゴールがプレバンを支持したため1945年辞職した。もっともド・ゴールはマンデス・フランスの国際経済、金融面での能力を惜しみ国際復興開発銀行総裁や 国際連合経済社会理事会フランス代表に推している。第4共和制が成立すると、1947年、マンデス・フランスは国民議会議員となる。第4共和制下で、マンデス・フランスに最初に、組閣の機会が訪れたのは1953年、ルネ・マイエール内閣崩壊の時であったが、この時は多数派を形成することができずジョゼフ・ラニエル内閣が成立した。 この時期のフランス政治における最大の課題は外交・対外政策をめぐる諸問題であった。中んずくフランスにとって最大の課題はインドシナ問題とアルジェリアを中心とする北アフリカ問題であった。第二次世界大戦後、フランスはフランス領インドシナをめぐり第一次インドシナ戦争を開始する。フランスがアメリカの支援を受けたのに対し、 ベトミンは中国から支援を受けて、両者の闘争は深まった。マンデス・フランスは1950年から一貫して、フランス植民地主義の批判者であった。1954年5月ディエン・ビエン風の戦いで、フランス軍は決定的な敗北を喫する。ラニエル内閣が戦争継続路線を取ったことに対して、マンデス・フランスはこれを激しく攻撃し、 ラニエル内閣を崩壊に追い込んだ。1954年6月19日、ルネコティ大統領はマンデス・フランスに組閣を要請した。こうして成立したマンデス・フランス内閣には、後に社会党から大統領となる若き日のフランソワ・アミッテランが内務大臣として入閣している。首相となったマンデス・フランスは、 就任演説でインドシナ戦争を30日以内に終結することを宣言し、戦争終結ができなかった場合、辞任することを公約した。マンデス・フランスは、ホーチミンと休戦を協議するとともに、ベトミンの背後にいる中国を重視し、6月23日、周オンライ中国首相と会談した。7月10日、ジュネーブ会議が開催された。マンデス・フランスは、 ビチェスラフ・モロトフソ連外相との間に厳しい交渉を繰り広げた。交渉の様子は逐時、フランス国内に報道された。また、マンデスフランス自身、ラジオで交渉に不退転の決意を表明した。こうして7月21日インドシナ諸国の独立、北緯17度線による南北ベトナム分断などを決定したジュネーブ協定が締結された。フランス議会は、 ジュネーブ協定を471票対14票の圧倒的多数で可決した。反対に回ったのは社会共和派と恩恵派の一部であった。さらにローマカトリック教会を背景とする極右、国家主義者は植民地放棄に衝撃を受け、共産主義者の下にカトリック教徒を無ざ無ざ捨て去ることに反対を表明した。後の国民戦線党首、ジャンマリー・イルペンは、 当時、極右、プジャード派に属しており、マンデス・フランスに対して、愛国心から反発したと回想している。西ドイツのナトー加盟承認を発表する、ナトー加盟国首脳。左から、マンデス・フランス、アデナウアー聖読首相、イーデン・英外相、ダレス米国務長官。1954年10月24日、インドシナ問題を解決した、マンデス・フランスは、文字通り、 行き着く間もなく、北アフリカ問題に取り組んだ。1954年7月末、シンデス・トゥール島のハビーブ・ブルギーバと、さらにモロッコのムハンマド5世とそれぞれ交渉し、マンデス・フランスの後を襲った、エドガー・フォール内閣の時に独立を達成することとなった。しかし、このことは、北アフリカに住むヨーロッパ系住民の反発を買うことにつながった。 1954年8月欧州防衛共同体構想をめぐり、西ドイツの再軍備を懸念するフランス政府は条約の修正を提案したが、未承認に終わった。8月30日国民議会は欧州防衛共同体条約の批准を拒否した。この結果、マンデスフランス内閣は MRP を中心とする EDC を支持していた。勢力の離反を招くこととなった。 1954年11月からアルジェリアではテロが相次いで起こりマンデスフランスのアルジェリアへの情報政策に対する反発が右翼を中心に広がる中次第に窮地に追い詰められていった1955年2月議会による新任投票が行われ激論の中マンデスフランス内閣は総辞職を余儀なくされたマンデスフランスの公認には 旧新社会党右派の領袖でライバルであったエドガー・フォールが就任した。1956年社会党のギーモレ内閣が成立すると国務大臣として入閣するがアルジェリア問題をめぐり短期間で辞任を余儀なくされた。アルジェリア問題の先鋭化とこの危機に第四共和制の政治体制が機能不全に陥る中で1958年度ゴールによって 第五共和制が成立する。大部分の左翼同様、ドゴールの強権的とも言える大統領政治に対してマンデス・フランスも批判的であった。マンデス・フランスは反ドゴール派を急行するが、1958年11月の選挙で議席を失い、さらに1959年には親ドゴール派が多数派となった旧進党から除名された。 旧進党を離れたマンデス・フランスは、社会党離党者を中心に結成された、詳細よく政党、統一社会党に加わる。1967年に、ようやく議席を回復したのもつかの間、1968年5月革命を受けて行われた、議会選挙でドボール派が対象し、再び落選の浮き目を味わった。統一社会党の公式見解によると5月革命に、 関して、彼の年代の人では珍しく学生側に共感的であったとされる。在野勢力の中にあって、反、ドゴールの社会主義者の一人、ガストン・ドフェールは、マンデス・フランスを首相候補として、野党勢力の結集に動いたが、成功しなかった。1971年の社会党改組にあたっては、ミッテランを助け積極的に動いた。 1981年ミッテラン社会頭大統領の誕生を迎えた翌1982年10月18日パリで死去した75歳マンデスフランスは公正、幻覚、真実の人であり政治家としては修正、フランスの伝統的な議会尊重の共和制支持を貫いた強情的な社会主義者ではなく 恩恵な中道左派としての政治姿勢は、マンデス主義とも称された。後に政敵となったド・ゴールとは、第二次世界大戦からの地域であり、政治的な立場を違えたが、互いに敬意を払い続けた。ド・ゴールとの関係に代表されるように、政治的意見をことにする人々からも、マンデス・フランスの政治的見解、理想主義、正義感に対しては、賞賛を惜しまれなかった。 マンデス・フランスの政治家としての最大の業績は、ジュネーブ協定締結によるインドシナ戦争の終結である。インドシナ問題の現実的な解決を実現すると、共に国民に30日以内の停戦を公約し、それを実現したことで国民からの信頼を勝ち得た。一方で、マンデス・フランス政権は、議会における安定的な政治的基盤を形成することができなかった。 このため、欧州防衛共同体構想の失敗、アルジェリア戦争によって世論が分裂すると、これに有効な対応ができず、急速に政権は崩壊した。さらにマンデースフランス自身がユダヤ人であったことから、右翼を中心に反ユダヤ主義が、フランス社会の中で異常な公用を見せた。政権を失った後も、北、アフリカ、中東問題では、活発に動き、 イスラエル側のみならず、パレスチナ国家独立を支持する立場から、イスラム教徒からも信頼されていた。現在もパリ市内には彼を記念した、ピエール・マンデス・フランス通りが存在している。マンデス・フランスは以下の著作を出版した。ありがとうございます。